ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。西武多摩湖線の萩山駅にやってきました。西武拝島線と西武多摩湖線の平面クロスです。西武2線系が来ました。南入り祖車両基地開設50周年記念ヘッドマーク付き電車が来ました。ホーム手前で斜めに入ってくるんですね。 N ゲージ張りの作りです。南入り祖車両基地は西武鉄道で唯一検査ピット線に4本の車両が並ぶ車両基地です。西武線アプリで簡単に列車走行位置がわかるので、特定の電車を狙って撮影しやすいですね。南入り祖車両基地は、西武新宿線の新所沢駅から入り祖駅の間にあります。毎年8月下旬に、南入り祖車両基地電車夏祭りが開催されています。収容能力は、250両です。170M ピット4本があります。西武新宿線拝島線の一番大きい車両基地が、南入り祖車両基地です。ちなみに、この電車は小平駅から、西武新宿線に入ります。なので、このヘッドマーク付き電車が、西武拝島線を走っていても、不思議ではないんですね。反対側からも、2線系が来ました。次回直下制御で、直流腹巻き電動機が動いています。抵抗制御で動いてる回路の横に、磁界を発生させる回路をくっつけて、離れている回路に影響を与えるように動作させます。2000系でした。ご視聴ありがとうございました。